はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。まもなく1時でございますね。1時、2月7日月曜日でございます。日経平均ね、マイナス244、こんなもんですね。ドル円も 115.288 失礼しました。ドルボンね、やっぱし1200行きましたね。1200.40 に来てます。まあどうでしょうねこれね。もうそろそろ1200台固めてもええ頃だと思うんですけどね。まあまあわかりません。さて、本題いきましょう。ロイターでございまして、ロイター2月7日今日の11時5分ですから、まあ今から約2時間前ですね。原油先物は下落、下落してへんやろって見ましょう見ましょうね。今原油先物 92.10 で、下落と言えませんねこれはね。はい、失礼しました。原油先物下落、イラン核合意再建協議に進展の兆しということですね。原油先物価格は7日のアジア時間に下落、イラン核合意の再建に向けた協議に進展の兆しが見られる中、妥結すればイラン産原油の供給が増えるとの思惑がある。ただ世界の原油供給途絶への懸念がなおあるため、下値は限定的になっている。もうちょっと行きましょうね。米政府は4日、イラン原子力関連事業への外国企業の参入を認めると明らかにした。そうなんですか。参入を禁じた関連制裁を免除する。イラン核合意立て直しに向けた協議は最終局面に入りつつあると。米国が対イラン制裁を解除すれば、イランは石油輸出を拡大できるようになる。0055GMT、日本時間午前9時55分時点で北海ブレント先物 0.53 ドル安の1バレル 92.74 ね、大して関係ないやん。米 WTI 先物は 0.74 ドル 0.8% 安の 91.57。 今あれですよ、私が見てるサイトではですね 92.08 で大して安くなってないですね。ブレント WTI とも先週末に7年ぶりの高値を記録していた。富士富の斉藤和彦チーフアナリストは、投資銀行は北海ブレントが100ドルに達すると予想していると指摘。石油輸出国機構 OPEC 加盟国に非加盟国を加えた OPEC プラスは生産が目標に届いておらず、米国もそれほど生産を拡大していないため、世界の供給は引き続き逼迫していると分析したという記事でございます。これロイター貼っときますね。あんまりその意味があるようなないような記事ですけども、イラン核合意というのはですね、オバマ政権時代にですね、イランが核兵器を作っているという疑いを持たれてですね、アメリカ、ヨーロッパ、イランの間で、一時的に合意に達しました。その合意内容っていうのは複雑なんですけども、要はゆっくりやったら核開発してもええよという、なんともわからん、何やねんそれっていう核合意、イラン核合意っていうのは成立したんですね。ところがオバマ政権からトランプ政権に変わりまして、トランプ政権は何やこんなものもあかんって言って、一方的に破棄をしたんです。破棄をして、イラン核合意って宙に浮きました。で、アメリカはイランに対して制裁を課しました。まあ、一応西ヨーロッパもそれにこう、まあ、渋々同意してるわけであって、どうしますとイランからですね、イランが石油を輸出できなくなったわけですね。まあしてるんですけど、で、イランというのは世界で3番目か4番目ぐらいの産油国なんです。それくらいたくさん石油があって、その石油収入だけでほとんど食ってるようなもんなんですけども、イランっていうのは。それができなくなったんで、イランは急防しています。で、核開発もですね、頓挫してるというふうに伝えられています。で、アメリカとイランっていうのはものすごく仲が悪いんですね。
ものすごく仲が悪くてですね、これは1970年代にですね、イランがですね、こうイスラム革命っていうのを起こしました。そのパーレビ国王っていうのを追放してですね、イスラム教による、こう国の支配、そう、日本人には分かりにくいんですけど、要は宗教国家になったわけですね、イランはね。で、その過程でですね、アメリカ大使館を占拠しましてですね、人質を取って、約1年間人質を、こう、なんて言いますかね、もうアメリカ大使館に閉じ込めて、で、ジミー・カーターっていう、その時の大統領はですね、それを救出しようとして失敗してですね、ジミー・カーターはあえなく1期だけで終わったんですけど、まあ、あれでもう50年ぐらい前ですね。1970年代ですから、もう50年ぐらい前の出来事以来ですね、ずーっと仲が悪いわけですね。で、どう言いましょう、アメリカは何かにつけてイランを封じ込めよう、封じ込めようとするんですけど、イランは裏口で中国やロシア、主にロシアですけど、ロシアとつながったりして、で、核兵器をこう一生懸命作ってたわけですね、イランが。北朝鮮なんかも仲良しなんですよ。で、それに関してオバマ政権ってもう何にもしない緩い政権だったんですけども、イラン核合意というゆっくりやったら作ってもええでっていう 合意をして、その後でトランプが破棄をしてというところで今宙ぶらりになったわけですね、イランの核合意が。で、制裁は中途半端に続いてるもんですから、イランは石油輸出、大っぴらには輸出できないというようになってます。で、このニュースはですね、そのトランプ政権が終わってですね、オバマ政権の副大統領だったバイデンが今大統領なわけですね。で、バイデン政権になったんで、そのイラン核合意を元に戻そうやという話がですね、進んでいて、それが一部こう合意に至りそうだというのがこのニュースですね。そうなると、イランが大っぴらに石油を輸出できるようになると。そうすると、今原油価格は高止まりしてるのがですね、こう、もうちょっとは緩和されるんちゃうかと、需給が緩和されるんちゃうかというふうになってきて、それをこう今のですね、相場に反映されてるんちゃうかということですね。イラン核合意別にええやんっていう、元に戻したらいいとは思いますけども、非常に中途半端な合意なんでね。で、イランで、ね、なんで核兵器なんか作るのっていう話なんですけど、これはですね、ペルシャ湾の向かい側に超仲の悪いですね、サウジアラビアっていう国がありまして、こことの戦争に備えてるわけですね。別にイランは北朝鮮みたいにですね、アメリカに核兵器を打ち込むでとか、そういうことは考えてないわけですよ。サウジアラビアとのいさかいと、あとはですね、イランはそうイスラム教の宗教国家ですから、イスラム教国家の盟主でありたいんですね。ただシーア派の国家でして、イスラム教徒の中では2割ぐらいなんです。だから多数派はスンニ派でして、スンニ派の親分は、まあ、サウジアラビア、一番お金持ってるのはサウジアラビアですね。国としてサイズが大きいのはエジプトですけども。 で、そのイスラエルに対してあわよくば核兵器を打ち込むでということも考えてるわけですね。だからイスラエルやサウジアラビアが仲いいのはアメリカでして、でやっぱりこの対立行動っていうのはですね、どうもこう抜き差しならん状態になってるわけですよ。で、そのイランに対して核兵器を作るのはいい加減にしやと言ってたが、核合意がですね、うまいこと言ったら再建できるという状態になってきました。これ多分ね、ウクライナの情勢が今逼迫してるんで、そのウクライナで 何かあるとですね、さらに石油価格が高くなるんで、イランをちょっとなだめすかして 合意にしてですね、石油をこう出させようという魂胆があるのではないかななんて思いますけどね。国際政治というのはそういうこう複雑怪奇な絡み合ったいろんなものの中でこう動いていくものでございます。日本はですね、石油価格が安くなった方がいいというのが日本の経済システムですから、歓迎すべきことではありますけどね。まあ、かといって、不用意にですね、なんて言いますか 期待をするほどのことでもないとは思いますけどね。とりあえずですね、イラン。日本とイランっていうのは実は仲いいんです。実のところ 実のところ仲いいんです。海賊と言われた男ってあります、言いますよね。あれがあれでしょ、堤真一でしたっけ、が船長の船が石油買いに行きますよね。あれイランなんですよ。
あの時もイランは国際封鎖を受けていたのを、日本の出光がですね、よっしゃー、そんな席やったらわしはこうたるってこう買ったのがイランでして、それ以来長い、すごく仲いいんですよ。だからですね、まあ歓迎すべきことではありますけどね。はい、ということでですね、このロイターの記事貼っておきます。まあ、全部読んでしまいましたけど、まあイランがねまた戻ってきてくれるっていいことです。ただしこの国、こうなんていうかな、イスラムの宗教国家なんで、ちょっと日本としては付き合いにくい国ではありますけどね。はい、皆さんどうもありがとうございます。